皆さん、こんにちは。これ見えるかな？スプラトゥーン3サーモンランバイトチームコンテスト。私ですね、大会の応募をしたんです。で、今日11月16日、ニューって書いてあるじゃないですか。これ、当選発表なんですよね。で、これ受かったら俺はバイトチームコンテスト出れるんですよ。っていう発表を今回、みんなと一緒に動画で見ていけたらいいなと思ってます。押してみますね。来た。何？この度は2014年ありがとうございます。ご応募いただいた結果、残念ながら落選され、なん落ちたの？これ、こんなあっさり落ちるもんなの？バイトチームコンテストを、応援しようとしてくださった視聴者の皆様、本当に申し訳ございませんでした。抽選とはいえ、俺は絶対に受かる気持ちでいたし、なんならサーモン高めようと思って、レベル上げようと思っていっぱい、練習もしようとして、しようとしてたかしてないけどまだ。どうしても、どうしても受かりたかったから、こんなスプラトゥーンの服着てまで、当選発表を待ってたんですけど、期待に添えられない。申し訳ございませんでした。悔しい。悔しい。俺が一番悔しい。どうしても、どうしても受かりたい。バイトチームコンテスト、任天堂ライブでどうしてもしたい。なんか繰り上げ発表あるって言うけど、頼む、誰か繰り上げてくれ俺を。くそー。